皆さんこんにちは。今回は、前回試作した VGA 出力回路を製作します。回路図はこちらです。前回製作したのは同期信号の生成部だけでした。今回は画面データを保存するメモリも使います。まずはそちらの用意から始めましょう。使うのは 32KB の容量の SRAM です。表面実装品ですので、変換基板に取り付けていきます。足の間隔は表面実装品の中では広い方なので、簡単にハンダ付けできます。次は回路製作に移りましょう。IC を多く使うので、電源の配線が楽な基板を使います。この基板、白枠の範囲が導通していて使いやすいです。まずは部品の実装ができました。ただ、このままでは IC が何のロジックかわかりづらいので、テープでロジックを書きました。これで配線作業が少しは楽になったと思います。配線もしてしまいましょう。
とりあえず前回の試作部分と同等分できました。つまりこの 10% 同等の配線ということです。だいぶスマートになりましたね。残りの配線も終わらせてしまいましょう。完成しました。制作時間は6時間弱と、かなり時間がかかりましたが、なんとかなりました。最終的に配線はこんな感じになりました。おおよそ白が試作と同じ部分、赤がメモリ関係の配線です。では実際に画面に繋いでみましょうか。表示されました。現在表示されているのはメモリの初期値です。ランダムのようで、少し規則性があって面白いですね。表示器としても使ってみましょうか。制御はアーズイノで行います。IO が足りなかったので、D フリップフロップを使って、6個の IO だけで制御できるようにしました。では、まずは全色表示をしてみましょう。うまくいきました。縦 8×横32 で全256色を表示しています。FPGA とかで同等のもののアーズイのシールドを作れば、需要はありそうですね。ライブラリも作ったので、こんなことも簡単にできます。アーズイのように解像度を上げたものを作ってみたいですね。次回は CPU 用のインターフェースの作成か、図形生成回路を作りたいと思います。それでは今回はこのあたりで、次回もまた、よろしくお願いします。ではまた。